見てふカオチーライメッセージ動画本当に本当に豪華だったよね。これね、本当にワンチャン受けていただけたらありがたいな。でもきっとこんなね、あの VTuber とかいうもうわけのわからぬ物体にメッセージ動画なんてそんなありえないよな、無理だよなと思いつつもお願いしたんですよ。あの心よく受け、あのいいですよって言ってくださる方が多くて、ていうかほぼで本当にありがたいなと思ったよね。コーネのさ、この喜ぶ姿をさ、もう魂が抜けつ、何でも抜けながらさ、もう目かっぴらいてさ、うわーってなってるこの姿を見て、みょこちゃんは新年早々温かい気持ちになりました。本当に良かったねえ。ちゃんとね、お支払いもしたよ。自腹切った、え、てかでも自腹切ったっていうか全部自腹だよ。当たり前だけど、マジか、マジかじゃないよ。運営さんが出してくれるとかそういうのはないよ。みんなもしかして自腹じゃないと思ってた。それは嫌だね。ライブもコロのスタジオがさ、もうパンパンにスケジュール詰まっとってさ、できないってなったんだよ本来は。でもね、これ絶対やりたかったんだよね。今回ミッコロネ24の最後は絶対ライブパフォーマンスでこう全部芸人だったけどアイドルだよってところを見せたかった。だから外部のスタジオさんに協力していただいて、ライブをねすることができたんだよ。まあ、それもね、マニーはかかるけど、いや、お願いしやすと思う。見たことあるかな、あのピーマル様とか、ピーマル様って知ってる？結構スタジオのさ、ステージがちょっと似てたと思うんですけど、いや、マジ、でも、コーネと一緒にさ、24時間いたからさ、生には映った。